ベリーダンサーの田津子です。私が提唱するナチュラライズベリーダンスは、自然にあふれる動き、円、スパイラル、8の字、この3つの動きに重きを置いて踊るベリーダンスです。しっかりイメージをして、そのイメージに合わせて体を動かしていく、これが一つのプリンシパルになります。それでは一緒にレッスンを始めていきましょう。ナチュラライズベリーダンスでは、下から上へ、内から外へと、すべての動きを行っていきます。呼吸も同様に、下から上へ、内から外へと呼吸していきます。お尻から吸って、背骨を通って、頭から吐いていきます。もう一度大きく吸って、ヘリックスという言葉は螺旋という意味があります。螺旋を描きながら、頭から胸、胸からお腹へパワーを落としていきます。最後落としていったら、お腹に蓄えた力をもとに、上へ上へと上がっていく動きになっていきます。次はしなやかな背骨を作るエクササイズになります。背骨にはたくさんの神経が通っています。この背骨を動かすことで、自律神経を整えていきます。大きく吸って、背骨長く、吐く息で背骨を丸めます。おへそを覗き込むようにして、イン、吸ってセンター、背骨長く、吐いてアウト、背骨を反っていきます。背骨を左右へ揺らしていくエクササイズに移っていきたいと思います。まずはじめに肋骨ほぐしてあげたいと思います。肋骨、自分の肋骨を物理的にマッサージしてほぐしてあげてください。肋骨を8の字に揺らしていきます。肋骨を8の字に動かすことで、背骨が左右にしなやかに動いているのを感じることができると思います。背骨の動き感じてあげます。慣れてきたら手を離して、手を遠くへ、右へ、左へ、左、実際にウームエイトの動きに入っていきたいと思います。前の方へ重心を持っていったら、骨盤をイン、後ろでリリース、前でイン、後ろでリリース、骨盤を8の字に描いていきます。この最後にヒップサークルというエクササイズをしていきます。大きく大きく、お尻を回すことで、お尻に蓄えられているエネルギー目覚めさせて、体全身に巡らせていきます。これでウォームアップエクササイズはおしまいです。ここで行った一連のムーブメントは、これから始めるベリーダンスの動きにとても重要な役割があります。ぜひ続けて行ってみてください。